おいっす、ヤグタウンです。さあ、今日紹介していくのがパンドラレベル40の8000点デッキで、要望が多かった乙女ロックデッキの構成の方を紹介していきます。この乙女ロック実際作るのに、レベル42回失敗して、でこのカード入れ替え、このカード入れ替えっていうようにして、これが完成形だなという形でできたデッキですね。じゃあまず初手ですけど、乙女が来なかった場合は雷鳴を守備表示で、セットしてください。乙女が来た場合は攻撃表示で、そのまま置いておくと。あとはデッキ圧縮ですね。強欲なかけらは来たら使ってください。で、強欲なかけらを使っていることによって、相手がブラックマジックを使ってくれたら、もうそれはラッキーっていう考えで追ってください。まあ使われても使われなくても、まあどっちでもいいっていう感じですね。で、これで雷鳴とりあえずサーチできましたので、雷鳴を出して、もう雷鳴を出せたらあとはロックしていくだけになっておりますね。で、このデッキサウザンドナイフ対策は入れておりませんっていうのが、マジシャンズサークル攻撃、魔法使い族モンスターが攻撃した時に発動できるトラップカードで、それで雷鳴の方を特殊召喚することができるので、まず乙女の枚数3、雷鳴が3、さらにマジシャンズサークルが2ということで、1枚ぐらい全然サウザンドナイフで乙女を壊されても大丈夫というデッキですね。あえてその対策カードを入れないことができるのが乙女ロックの強みだと思います。はい、じゃあこうなったらもうあとはロック、ダブルロックをしていくと OK ですね。で、サウザンドナイフが、来るまでは敵モンスターは全てダブルロックでいってください。サウザンドナイフ今使われたので、もうここからは乙女が1体で全てのモンスターをロックするだけで大丈夫となっております。で、デッキ圧縮を考えてマジシャンズサークルも今手札にあるんですけど、相手もマジシャンズサークルでモンスターを出すことが可能となってしまうので、ここは雷鳴でデッキ圧縮の方をしていこうと思います。マジシャンズサークルはまあこれは社員カードなので、できりゃまあ確かに使いたいですね。ここはもう高得点を狙うために伏せたというところですね。持ってない方は全然雷鳴で今のは大丈夫だと思います。はい、これでブラックマジック使ってくれたので、これも OK です。はい、エネコンはこれは仕上げですね。大丈夫ですね、今引いたとしても。じゃあこれはもう乙女を出して、あーちゃん、雷鳴を出して攻撃自らしていって、聖なる守護なのでね。あ、棺が来ました。これもラッキーですね。もうここら辺はガンガン使っていってもらうという形です。で、仮に棺を最後まで使われなかったら、ラスト2ターン目で、魔法剣士トランスを出すわけなんですけど、それを防ぐための、1枚盗賊の7つ道具を入れているという形になっております。じゃあこれであとはロックしていくだけと。はい、ロック OK で、ターンエンドで、ですね、一番そこに来てはいけないカードとしてトランスで、さらに棺が使われていない場合は、2ターン前には盗賊の7つ道具が必要ということになっているので、それ対策で打ち出の小槌、まあ1枚あれば大丈夫かなというところですね。多分棺は使ってくれる可能性が多いので、まあ、よっぽど運が悪くない限り盗賊の7つ道具は使う必要がなくなりますね。で、このデッキはノーダメージまたは、盗賊の夏道具を使うことによって、逆転勝利がつくという形になっております。さあ、ではドローしていって、乙女が普通に引けてしまったので、これは出していくと。でもう1体だけ、もうサウザンライフ使われているので1体だけでロックしていって大丈夫です。プレイングの簡単さも、このデッキは兼ね備えております。で、ダブルコストに出てきたと。で、ブラックマジック、これは最終に使うカードですね。まあその時になったら、じゃあ
それに関してはまた説明しようと思います。残りデッキ4枚、デッキ圧縮の面に関しては全く問題なく、いけますね。 OK ですね。よし、じゃあこれでもう乙女で、右側の乙女で3対6できているので大丈夫です。ちなみにもう棺も使ってくれたので盗賊の七つ道具を伏せる意味は正直ありません、うん、で手札があぶれてきたらもう伏せれるカードを伏せていきましょうということですね。はい、雷鳴来たので、雷鳴は社員カードなのでここはポイント稼ぎとして出していきたいとこですが、ラスト2ターン前なのでアドバンスロックしていない方の乙女をリリースしてトランスを出してください。これでターンエンドと。でトランスの攻撃力が2600なのでね、仮に次のターン、まあここまで来ればブラックマジシャンが今から出るっていうことはかなり少ないとは思いますが、出てきたとしても装備カードつけられない限りは大丈夫です。最悪のパターンでエネコム伏せてあるのでそれで防げますと。でラストターン、エネコンを使って相手のブラックマジシャンを取ってくると。でブラックマジックで相手のセットカードを全て消します。これで棺対策にもなっております。使われていないパターンの場合ですね。これで何の心配することもなく墓守を出していくことができて、あとは財宝への隠し通路ユニオン、ユニオンで、これが仕上げの形となりますね。これでユニオン、ユニオンと、はい、攻撃力合計したら1万と900になるんか。でダイレクトアタックが成功すると。さあそれでは皆さん期待の得点の方を見ていきましょう。さあ得点が、デュエル勝利、ノーダメージ、デッキ超ギリギリ、効果ダメージ、プレミア社員9999、魔法アドバンス、これで8100点と。プレミアが400ポイント、社員が300ポイントと。風魔の矢が来ましたね、とってもラッキーです。で、結構ね社員プレミアが今回は使えなかったパターンでも8000が超えれるといった形になっております。 OK ですね、これで勝ちで、実際やってみた感想ですが、乙女ロックでもまあいけます。ただ安定度を考えるとやっぱり合体マジ将来の方が安定度は高いのかなと、個人的には思いますね。で、じゃあ一応デッキのおさらいの方をしていきます。まず仕上げカードから言うと、墓守の従者1枚、ユニオンアタック2枚、隠し通路1枚で、エネコンでフィールドに出ている乙女をリリースして相手のブラックマジシャンを取ってくると。でブラックマジシャンが出てるのでブラックマジックを使って相手の魔法トラップカードを破壊していく。で、その1ターン前ですね、魔法剣士トランスで、フィールドに出ている乙女を1体リリースして召喚していく。でそのリリース、仮に棺が使われていない場合が盗賊の夏道具で、棺の方を止めていく。でじゃあ序盤の方の立ち回りですが、まず初手、乙女がいれば乙女を攻撃表示、雷鳴しかいない場合は雷鳴を守備表示でセット。あとはそうだな、マジシャンズサークルもあるので、これは雷鳴が引けていない場合でデッキ圧縮していきたいというか、乙女を基本的に序盤の方は2枚で、やっていってサウザンドナイフ対策とするので、序盤ですね、マジシャンズサークルを使っていくのは。でブラックマジックを相手に使わしたいのでマジシャンズサークルをセットしておくっていう方法もありだと思います。で強欲なかけらは3枚、これによってデッキ圧縮が、まあ、容易に可能といった形になっておりますね。さあではこの動画ちょっとでも良かったなと思っていただけた方はチャンネル登録とグッドボタン、あとコメント、ツイッターもやっておりますのでそっちの方の登録もどうぞよろしくお願いします。
ということで、ヤグタウンでした。